ねえねえ、マリオさ、何で貼ってるの？コアピオ、目悪い。え？ああ、本当だ。でも、画鋲がなんかピンクっぽいから赤っぽいっていうか、だから、赤です。だから、わざと赤に、赤の画鋲で貼ってんじゃん、目立たない。目立たないから何で貼ってるか私も気づかなかったんでしょう。なんでそんな言い方するの？ちょっと聞いただけなのに。しかもさ、何？今気づいた。違うよ。1週間前くらいから貼ってるなとは思ったけど、何？ 1 週間前に貼ったからってさ、1週間前に質問しなきゃいけないわけでもないでしょ？なんで今質問したからってさ、そんなにさ、イライラされなきゃいけないわけ？ねえ。うるせえじゃうない。るせえ。うるさくなるような言い方しなきゃいいでしょ、そうやって。うるせえ。何見てんの？ガレージだと高すぎるからカーポートにしよう。ガレージな。なぜかっていうと、なぜかっていうとじゃなくて、いや、ヒゲってます。高すぎる。4分の1でできるから、カーポートだと。俺が住むってことは、邸宅に住まない人なんだけど、俺は。なんで？社会的地位がある人間だから。そうだったっけ？いや、初耳だけど、だとからにか邸く。宅に住まなきゃダメなんだって。わかる？用心だから。さ、もうちょっと資産がもっと増えてファイヤーしてから、そういうこと言ったら。今もう別に社会的地位あるような人に見えてないよ、その学校も。早く起き上がったらわざどう？とこうしてるんじゃん。早く起き上がって行動したら？知ってねえ。るじゃん。してないから、ずっと寝てるから。早く起きて。これこそが俺の行動なんだから。それ前も言ってたけど、早く起き上がった方がいいよ。もうだって2時だよ。ずっとグダグダしてさ。しょうがねえじゃん、出張の帰りに。出張の帰りじゃない、出張に行ったのはもう24時間前に帰ってきたでしょ。その後普通に酒かっくらってさ、睡眠たくさんとってるんだから、もう元気でしょ、起きたら。ねえ。邸宅に住みたいな。無理っぽいよ、それだと。